はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。サイクルパーツ合同展示会、今回は2回目になります。アニマルランド、すごいね、これ犬入れられて、探してます。はい、もうおお、引き込まれてきちゃいましたよ。いいっすね。はい、まあ、うち6匹ほどいるんですけどこれだったら2匹はいけるな、うちの子たちなら。おお、なるほどね、これいいわ、これもううちの子たち入れるわ、こんな感じで、はい、ネイビーとグレー3色。あ、はい、なるほどなるほど。これってこういう感じなんですね。カバーしてあって、中のプレートは中から入れて、そこはないので、じゃあ自分の使ってるカゴを使ってできる。そう、なるほど。奥行きある電動アシストのちょっと大きい、はい、大きい、これはパナソニックだけど、なるほどなるほど、プラスチックの前カゴ、はい、ランフラットの製品ですね。タイヤがパンクしても走れるやつです。はい、こちらはね、三ヶ島のペダルですね。結構人気ありますよね、こちら。まあでも材料品の分だけはあげたんですけど、はい、使ってました。大丈夫使ってましたよ。結構、だいぶ前に使ってましたね。最初の頃っていうか、もう何年前だろう、7年ぐらい前ぐらいから。そうそうそう、今回の新製品を使って、はい、あの最近あの iPhone とか Android とか、大きいのが出てきて、そうですね、1本ではちょっとあの物足りないので、2本で、はい、しっかり支えるっていう、はい、これがあの5タイプ4 Pro Max っていうことで、はい、あの今年の新製品です、あのかなりこういう大きい球でしっかり、はい、あの装着できる形ですね。なるほど。これがだいたい4000円プラス消費税ぐらい。あ、はい、安いんですね、全然高くないですね。もう従来のやつも、これ僕が使ってたやつはもう形が全然違いますね。それからあとちょっと変わり種なんですけど、はい、シリ用の、はい、まあ、これ一つの中にこういうあの、こんだけ入ってるんですね、はい。これも最初から入れれるようになっているやつなんですか。ああ、なるほど、はい、ちょっと持っていただく感じで、ずっしりしてまして、はい、ずっしりしてますね、このレンチと、あと逆側の方にですね、はい、逆側の方にこういったパッド修理キット、レンチだけ出してないんですけど、はい、レンチ以外のやつはここに出してるんですね。あ、じゃあここに、はい、そうです、ここに空気入れが入って、そうです、そうです、だいぶコンパクトですね。そうなんですよ、ちょっと重みはあります、ね、はい、すいません、これに近いっていうかぐらいの量は持ってますね、常に。意外とかさばるんで、そうですね、でこの商品はこのゴム のパッドが、ね、全部防水性なので、あ、はい、はい、雨に濡れても大丈夫です、なるほど、はい、こちらがだいたいトータルで5500円プラス商品で、お、はい、比
あ、いいですね、うん、はい、このこれついてるのがいいですね。そうなんです、非常に便利です、あともう一つエアタグをこの中に入れれるんですね、はい、はい、でこういうあのに好きなところにつけるみたいな、はい、なるほどなるほど、それが2500円くらい商品、うん、これ普通の商品が新製品、はい、今年発売されて、まあ、YouTube 始められて長いんですか。長いですね、だからもうこの初期版というか7年前のやつも YouTube で紹介したりとかしてますね。よろしくお願いします。ビットがめっちゃかっこいいな、これすごいですね。あ、これってトルクが測れるやつですよね。トルクを管理するツールで、あ、はい、あの通常はこういったように、まあ、0から何ニュートンというのがトルクレンジなんですけども、これはもうこれ見たことあるんですよ。これスリーブによってトルクがあらかじめ決められてるでしょう、はい、これそのトルクになると どんな動きをするんですか。それで、はい、あの空転します。あ、今聞いてる、聞いてっていうかもうそこまで来たってことですね。そうです。で、カリカリカリっていうのはもう軽いですね。すごい。もうこれ以上ネジ回りません。なんで、相手を傷つけることがないですよね。よくあるやつバンとかでガチッとかってあるんですけど、それに比べてなんかこうラチェットがカチカチって言ってる程度の感じっていうのはすごいなんかいいですね。トルクが決められてるっていう点もあるんですけども、はい、いや、すごいね、気になってまして、これ、はい、そうなんですね。あ、色もカラフルなんで、ね、かわいらしい、綺麗ですよね、はい、ありがとうございます。ナナレーサーはファーストでしょ、ファーストだよね、ファーストだよね。ファーストって、まあ、ツルツルはツルツルなんだけど結構丸いタイヤですね。やっぱジラとかとは全然違う丸い感じですね。アリソンっていうアリスの、ブランドのタイヤメーカーになるんですよ、はい、はい、初めて知りました、ね。そうですね、まあ、日本だとまだまだちょっと、認知度が低い状態なんですけど、まあ、うちの、まあ、メインは、まあ、ウィリエールの方をやらせてもらってるんですけど、はい、まあ、アッセンブルが大阪でやってるんですよ、はい、で、まあ、タイヤなんかもタイヤメーカーとか、まあ、コンポーネントなんか、まあ、シマノとかから直に取り寄せて、はい、まあ、組み立てて出荷してるんで、はい、大阪の工場で、はい、まあ、それで勝手にちょっと、まあ、いいタイヤメーカーないかなというところで、数年前に台北省でちょっと見つけてきて、はい、結構まあ値段が安くて、まあ、品質も結構しっかりしてて、でタイヤとしてもかなりグリップ力もしっかりあって、すごい安心して使えるんでっていう感じでちょっと取り扱いも始めてるんですね、まあ、値段としてはやっぱりもう値段がやっぱり一番の売りですね、はい、まあ、一応基本的には2グレードあって、まあ、ビテス C2 っていうのがまあノーマル の、はい、タイヤで、ビテス C2 ウルトラっていうウルトラがするとまあちょっとレーシングスペックの、タイヤ、まあ、そうですね、重量的にも、あ、いい感じですよね。でもそれでもまあ定価で、税込み4950円なんで、安いですね。他さんのメーカーなんで、タイヤさんと比べると、はい、かなり、はい、安くて半分以下かもしれないぐらい。そうですね、乗った感じとしては結構硬いです。あ、硬いんですか。コンチネンタル系ですね、どっちかっていうと。柔らかい乗り心地の、いいタイヤっていうわけじゃなくて、かなり、しっかりとした硬い感じの、ただやっぱり硬い分だけそのコーナーとかはやっぱりしっかりとそのタイヤが揺れずに、自分が走りたいラインをちゃんと走ってくれるんで、はい、ものすごくいいですね。で、まあ、さっきも言ったようにウェットコンディションなんかの全然滑ったりっていうのがないので、
と今こっちのちょっと開発中のこの TPU チューブなんかも重量としてはまあ 37g なんで、まあ、あの TPU チューブとしてはもう一般的な重さのところをちょっと今、はい、なってるんですね。このまあ一番の特徴としてはこのバルブ周りの補強ですね。はい、そうそうそう、その辺がね、うん、うん、あの問題あるやつ多いですよね。多いですよね、うん、なんでそのあたりはアリスもまあ理解してるのか相当補強を入れてるんですよ。岡、はい、さんのを見ててもここまでしっかりあの、うんうん、こういうふうに補強してるのってないので、はい、プラスチックっていうかこれが入ってるんですね。そうですね、うん、はい、ここをやられるんですよ ね、 すね、あの角にぶつけてじゃないけどっていう話を聞くので、うん、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、はい、先日これを買ったばっかりです僕。あ、そうですか。クイックショットはもうすごいあの人気ありますよね。そうなんですよ、万博のサイクルモードライトとか。あ、はい、行ったことありますよ。あ、こ、はい、あこであの即売してるんですけど。あ、はい、まだ知らない方が、あ、まだ知らない方いるんですか。方が多いんです。僕のライブとかだとみんなこれの話題とかしたりとか時々しますけどね。これ普通にこれであの行けますよね。行けますよねって変ですけど。なんかこんなもん落ちてるんで。あ、はい。あ、はいはいはい。トップナット緩めたバルブにこれを装着して。これ装着して。そうそうそう、まあ、あ、こっちを先に装着して。うそう、形的には、ね、バルブからこう出てくるので。ああ、なるほど。あ、こ、あ、こっちに装着して、でこれでブシュってやるんですね。そうです、はい。この一缶は使い切りですね。そうです。1本分です。はい。わかりました。じゃあこれやってみましょう。一回レビューでも何でも、はい、パンクしないといけないね。そうですね、はい、これまたこれとして、あ、はい、これ、まあ、小さい穴だったら OK ってことですよね。1mm、 あ、1mm まで OK。 1mm、 これって僕買ったんですけどこれ蒸発しないですか。大丈夫。蒸発って、まあ、あのよくこういうのってなくなってたやつするじゃないですか、何年かすると。やっぱりね、うん、完全密封されてないんで。あ、そうなんですね。使い切りのゴムになるんで、あ、はい、長期保管は難しい。あ、 これも同じ。やっぱりこれは缶さえ閉めとけば大丈夫なのだかなと思ってこれ買ったんですよ僕。削ったタイヤの粉とかが中に入っちゃうんですよ、はい、それで反応を起こして、あ、っていうのは、じゃあ汚さないように気をつけて使わないといけないってことね。中を指とかタイヤレバーとか、はいはいはい、なるほどなるほど。あ、分かりました、使わせていただきます、やっぱりあのテープのパチッとやつは長持ちしないですよね。なんでこういうのになっちゃうのかなと思って。シールタイプはね、うん、まあ、応急的な、うん、ものではないですよね。もう簡易的なもですよね。家変えるだけの。あ、はい、そんなイメージですよね、うん、そうそうそう。でその後ちゃんと直したいなって思う時があるんですよ。あ、はい、うん、そう、やっぱりね毎日乗ってると結構減るんで、タイヤチューブなくなってっちゃうんで。やっぱり毎日乗ってます。毎日50ぐらいは乗るんで。通勤もそうですね。通勤でわざわざもう遠くまで乗るっていう感じで、うん、パッチは何ですか。パッチはこれですか。パッチはね、なんかよくわかんないの買ったんですよ。あ、海外とりあえずなんか安そうなやつを買ったんですけど、だけどこれ、うん、ボンドの方はこっちだなと思って、これだなと思ってこれにしたんですけど、なんかおすすめがあるんですか。ロードバイクでね、こういう薄いパッチがあるんですよ。マジですか。あ、それは知りませんでしたね。あ、意外と厚いですよね。ハイパッチ、うん、サイズもありますし、うん、厚みもあるんで、はい、結構ね乗ってる方やったら段差をちょっと気にされる方もあって、うん、そうそうそう、ポコンポコンってなるよね、はい、これで抑えれるんで。あ、薄いのがあるんですね、ロードバイク。そっか、ロードバイク用って薄いんだ。本当にもう極限まで薄くしてるんで。あ、そうなんですね、これで問題なし、ね、なし、まあ、同じ機能で、絶対いいですねこの方が、うん、スーパー新パッチ。あ、もうそのまんまじゃないですか名前が、はい、ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。もうメーカーの方々結構熱いですよね。いろいろ考えてらっしゃいます。楽しいです。はい、ではですね、今回はこれで終わろうと思います。今回の動画面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画
こんなのや、こんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。もう少し、もう少し。